ベラは、鈴木目ベラアモクベラカラブリディに属する魚の総称。世界中の暖かい海に約500種が生息する。日本近海には約130種が生息し、磯やサンゴ礁などで普通に見ることができる。ベラ科の魚は、体長10から30センチメートル程度の比較的小さな種類が多いが、コブダイなど体長1メートルに達する。 大型魚も含まれる。ベラ科の最大種メガネ持ちのウは稀に体長2メートルを超える個体が存在する。多くは鮮やかな色彩を持ち、オスとメスで体色が異なる。成長に伴って性転換を行う種も多い。急戦など一部の種は夜には砂に潜って眠ることが知られている。染分けベラの仲間は 他の魚の口の中や体表を掃除するという得意な生態を持っており、掃除魚などと呼ばれる。世の中60族500種ほどが知られる大きなトガである。全世界の熱帯から温帯に広く分布し、浅い海の砂底、岩礁、珊瑚礁に生息する。日本にも数多くの種類が分布している。生魚の大きさは全長10センチメートルほどの本染分けべらから。 2メートル以上に、達するメガネ持ちの王まで種類によって異なるが、普通海岸で見られるのは、全長20センチメートルほどの小型種が多い。体は細長く側返し、海藻やサンゴ、岩の隙間をすり抜けるのに都合が良い体型をしている。また、種類によっては体をくねらせて、砂に潜ることもできる。代表は、ス類やイワシなどに比べて粘液が多く、 ぬるぬるしている。体色は種類によって様々で、白、黒、青、緑、大赤などの組み合わさった美しい体色の種類もいる。また、性別や成長の度合いによって体色が違う種類もいて、同種でも、オスとメス、幼魚と生魚で別紙のように見える種類もある。姿勢戦術の性転換をすることが知られている。性転換して、 オスになった個体はメスを引きつける派手な色彩に変化し、縄張り内の複数のメスと繁殖を行う。また、種類によっては、生まれながらのオスもいる。前者を二次オス、後者を一次オスと呼ぶ。一次オスは、集団産卵や、スニーキングやストリーキングにより繁殖を行うが、二次オスと同じ派手な色彩に変化し、縄張りを持つこともある。ほとんどの種類が、肉食性で、 丈夫な葉を持ち、誤解や貝、甲殻類などを捕食する。また、ほぼ全ての種類が中高生で、夜は岩陰に潜んだり、海底の砂に潜ったりして眠る。同じようにして、冬眠を行う種類もある。春から秋にかけて、よく漁獲されるが、冬のコブダイなど一部を除くと、漁業価値は低い。特に釣りで多く漁獲されるが、関東では餌取りや、 下道として扱われ、釣ったその場で捨てられることもある。一方、関西では高級魚として扱われ専門の遊漁船も出るほど人気がある。なお夜は休眠するので、あまり漁獲されない。身は柔らかいが、刺身、煮付け、唐揚げ、南蛮漬けなど、いろいろな料理で食べられる。急船は、関東地方などの東日本では、評価が低いが、関西以西、特に、 瀬戸内海沿岸では、ギザミと呼ばれ、微味な魚として評価されている。これは、太平洋で育ったものは、身が締まらず水っぽく大味になるのに対し、瀬戸内海などで育ったものは、早い潮流によって身が引き締まるためである。したがって、個々の地域による文化的、味の趣向で、価値観の差異が発生しているわけではない。くさび、くさぶべらからブリリーには、 約500種が含まれる。また分類が困難な種も多い。以下、海分類と主な種のリストを挙げる。ラブロスバーゲルタアスカニウス1767ラブロス族セントロラブロス族シンファダス族一族一種、アカシ海峡で釣れた92007.623ありがとうございます。